何も悪くないのに怒られた国民的アニメキャラ参戦、ちびまる子ちゃん、藤木。この日はクラスでドッジボールをしていました。ですが華麗に避け続け、最後の一人になるまで残っていた藤木。するとクラスメイトから避けてないで受けろとバッシングを食らいます。ただ笹山さんに卑怯と言われなければさえ別にいいと鋼メンタルを見せた藤木。そんな時ママが何か言いました。藤木ちょっと卑怯だよね、ボールを取らずに逃げてばかりいるなんて。そうね、これが聞きボールを受けると決めた藤木でした。別の回のドッジボール藤木。この日は笹山さんにかっこいいところを見せようと誓い、ボールを取りに行こうと決めた藤木。ですが直前でビビって避けた藤木。その結果後ろの丸子の顔面に当たりました。するとクラスメイトから責められます。あんな取る気満々なふりしてなんで避けるのよ。そして笹山さんからくっそ冷たい視線を食らいました。これはまた別の回のドッジボール藤木。例のごとくボールを避けた藤木。するとまた丸子に当たります。泣いてしまう丸子。そしてまたクラスメイトからバッシングを食らう藤木。藤木が避けるからいけないのよ。そうよ、逃げないで受け止めなさいよ。自分だけ逃げるなんて卑怯だぞ。関係ないけどこの子男かと思った。